皆さんおはようございます。どうぞお座りください。 So good to see you、細井先生、由美先生、シェリーと私の、特別な仲間です。パートナーです。そして神様がこの日本に素晴らしい計画を持っていらっしゃいますね、この時代に重ねて私たちは幸せです。日本の歴史はもう何千年ですよね、でもこの日本の長い歴史の中でこれほど日本にとって素晴らしい時代はないですこれからさらに日本において神様が驚くべきことをされることを信じます。僕はいつも誇っているものがあります。一番の誇りはイエス様です。でちょっとその下にシェリー、家内のシェリーがいます。子供たちを誇ります。孫が、今年あと2人備えられて7人ですね。私 My family 素敵でしょ。どうして僕が幸せか分かるでしょ。見てごらん My beautiful wife and 私の家族です、またこれを誇っています。僕は、まあ、多分皆さんの多くもそうかもしれませんけど、僕の誇りの一つは I am made in Japan 僕は made in Japan でございます。日本で生まれました。福岡で生まれた。皆さん見てください。生粋の九州男児でございます僕は、はい。この国に生まれ育ったことを主に感謝します。神様のご計画ですね。そして私のこの人生が、ね、あとどれぐらい続くかもちろん分かりませんけれども、私の生涯を通してこの日本に神様の恵みによって私が与えたいというか伝えたいというか、私の人生が終わった時に残したいものが2つあるんです。一番大事なもの、この教会も、賛成すると思うんですけれども、一番日本に残したいものはイエス・キリストの福音です。神様のグッドニュースです。この世界を作った神様がどれほど素晴らしいか、まあ、本当に悲しい、残念、悔しい。日本人の多くは知らない、知らないだけ、誤解しているだけ。でも一人でも多くの日本人の方にこの世界を作った神様、神様が愛して与えてくださった救い主イエス・キリストを伝えたい。2番目に私が、この日本でやりたいこと、それはヘルシーチャーチを立て上げることです。健康な、命にあふれた、オーバーフローする、祝福された、祝福を与える教会を日本に建てたい。私たちの人生にとってもちろんイエス・キリストの存在、イエス・キリストの福音は私たちの人生を作り変えます。でも神様に出会って信仰を持って神様と関係を持ってイエス・キリストの福音に預かっているものとして、私たちになくてはならないものは教会です。それについてこの9時の、の時間にメッセージしたいと思うんですが、タイトルが出てますか。タイトルを出してください。僕の、目指している教会、聖書の中に出てくる千日に勝る教会、一緒に言いましょう、はい。千日に勝る教会、オーバーフローですよ。千倍オーバーフローの教会。実はこれは聖書の中に出てくる教会に対して、神様の家に対しての、神様の願い、目的なんです。多分ね、何年か前にこの箇所からヒズコロでも語ったと思うんですけれども、ちょっとバージョンアップしてまた今日お話をしたいと思います。詩編の84編に、のこの聖書の箇所がスクリーンにも出ますけれどもここから読みたいと思います。千日に勝る教会です。千葉でホープチャーチを始めました。今年で26年目です。何にもないところから始めました。何にもありませんでした。でも一つだけあったんです。一つありました。神様の約束があったんです。神様のビジョンがあったんです。教会に対する神様のビジョンが私のビジョンになったんです。そして私が聖書で見る神様が教会に対して示している神学、教会の神学、神様の教えを私は読んで、それを信じて、主よ、こういう教会を
千葉で、東京で、おお神様立ててください、こんな私ですけど私たちを使ってくださいってね、スタートしました。あ、そしてまだまだ私たちは輝かしい、教会のビジョンを追いかけています。ちょっと進みました、少しそれが現れました。でもまだまだ立派な神様の教会の栄光が残っていると信じます。でヒズコールもぜひこの朝皆さん聖書から、これはスティーブ・ケイラーの意見でもなく誰かさんの考えでもありません、これは神様が私たちに示した教会観、ね、教会に対するもともと本来のあるべきオリジナルヘルシーチャーチの聖書の箇所の一つです。これはダビデが、書いた箇所です。昨晩もビルダーズでね、教会についてダビデのこの情熱、主の家を愛したことをお話ししましたけれども、神様はダビデの心の中にある主の家に対する情熱を主が喜んだんです。この箇所がダビデが持っていた主の家の理解の一つなんです。読んでみましょうか。このように書かれています。1節から、12節までありますけれども、いくつか選んで読みましょう。まず1節2節読みましょう。こう書いてあります。万軍の主よ、あなたのお住まいはなんとしたわしいことでしょう。主の大庭を、私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。私の心も身も生ける神に喜び歌います。これをもう一回皆さん見てください。これはダビデの心であり、私たちもこれを体験し できるんです。万軍の主よ、この世界を作った力強い神様よ、あなたの住まいは、教会は神様の住まいです。ハウスです。マイハウス。神様はどういう家に住むんでしょうかね。世界一のお屋敷でございますよそれは主がいてくださるから。そしてこの主の家に対してね、神様の家、教会に対して、そしてちなみにこの主の家とか、大庭とか、住まいとか、いろいろ主の家とか出てきますけれども、今日はヒズコールのことを言っています。ヒズコールチャーチのことをここで言ってるんです。万軍の主よ、あなたの住まい、ヒズコールチャーチはなんとしたわしいことでしょう。私の魂はこのヒズコールチャーチを恋したって耐えるばかりです私の心身も生ける神に喜びの歌を歌います人間に大体、誰にでもある大きな問題があります。それは神様に対する間違った考えです。人間は神様を理解してない、誤解している。そしてその誤解をまた悪化させるものは宗教です。大体私たちはクリスチャンになってもどっかね、思いの中にこの大きな間違いがね、まあしつこくね、出ていかないのね。神様が怖い、神様厳しい、聖なる清い神様が私みたいなものを見て、私のことを知っている、取りに足らない、ね、そしてこの神様がなんか厳しいかのように怖い。日本にもこういう表現がありますね。一番怖いもの、地震、火事、雷、親父、お父さん存在怖い。今日もそう、あなたもそうかもしれない。あなたの父親は、問題があるかもしれない、怖いかもしれない。でもここでダビデは、主よ、あなたが住んでいるところは私は親しいですと言ったんですさっきね、この親しいという言葉をちょっと高次元先生に伺いました親しいというこの日本語の
国語の言葉はね、心が惹かれてそばに近づきたくなる気持ち。私はあなたの家を恋したっています。心が惹かれます。ヒズコールチャーチに惹かれます。毎日日曜日でやってほしい。毎日ヒズコールチャーチに行きたい。毎日礼拝ができたらいいな、ね、それだけ教会は最高の場所です。進んで読みましょう。なんと幸いなことでしょう、あなたの家に住む人たちは。この主の家は神様が住んでいるだけじゃなくて、私たちもそこに住めるのです、ね、God's house、ね、God's house is my house。 It's called、 だから皆さんこれぐらいの英語でわかできるよね。 God's house is my house。 一緒に言いましょう、はい、 God's house is my houseHouse、 なんと幸いなことでしょう、あなたの家に住む人たちは。彼らはいつもあなたを褒めたたえています。なんと幸いなことでしょう、その力があなたにあり、その心の中にシオンへの応じのある人は。はい、ちょっとストップ、説明します。シオンというこの言葉は場所の名前です。山だったんです、丘だったんです。イスラエルに行けば、エルサレムに今もシオンという山があるんです。そのこのシオンに神様の家があったんです。教会の住所です、ね、その心の中にヒズコールへの応じのある人は心の中につながっているのです。彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、ヒズコールにおいて神の御前に現れます。そして10節、ここに出てくるんです。誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります、ね、他の訳はこのように、訳していますね。あなたの大庭にいる一日はよそにいるどこよりも千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に立ちたいのです。まことに神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。God is good. 良い神様です。恵み深い神様です。味方です。私たちを愛しています。私たちのために最高のものを用意しています。準備しています。私たちは知らないだけです。そしてその神様の恵みは主の家の中にあるんです。発見できるのです。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう、あなたに信頼するその人は。千日に勝る教会の、これが僕の教会観です。ヒズコールも全く同じですね。オーバーフロー、教会がオーバーフローする、計り知ることができない神様の祝福がイエス・キリストの中にあるんです。そしてイエス・キリストの商品を用意している場所があるんです。三越にはありません。パルコにはありません。セブンイレブンにはありません。ファミリーマートにもありません。イオンモールにもありません。このイエス・キリストの最高の商品を預かっている場所は教会だけです。いや千日に勝る教会、よそにいる一日、主の家にいる一日と、よそにいる、生きる、過ごす千日、ヒズコールの一日と、よそに生きる千日、比べたときに、比べられない。よその千日より、
His goal の一日の方が勝っているというんですよ。OK。じゃあこの千日にいろ、千日たら3年近くかな、2年9ヶ月くらい、まあ、それぐらい3年近くです。あの3年のうちにいろんなことがあるでしょうけども、あの良いことばかり考えましょう。じゃあ理想の千日。あなたの理想の千日を計画してくださいってね、もう予算は無限ですね。どこにでも行けます。飛行機が行く、船が行く、ね、車が行くところだったら、ヘリコプターが行くところだったら、どこにでも行けるってね、皆さん、千日ですよ。わあ。まずその計画を立てるために3ヶ月ぐらいハワイに行きます。ね、先生、ちょっとなんかこう、感じるものがありますか、3ヶ月ぐらい。ハワイにまず行って少し、ゆっくり休んでそよ風に当たってね、英語を勉強して、そしてまあそれからまたもうちょっとですね、楽しむために世界一周のクルーズに行ってね、わあ千日ですよ、ディズニーランドには行くわ、世界一周はするわ、お風呂には温泉には行くわ、おいしいものは食べるわ、千日分。そしてそれが終わって一日ヒズゴールに来ます。千日に勝るんだって。大げさではありません。千日、この世の中の最高の楽しみ、幸せで得ることができないものを主の家の一日で体験できるって言うんです。わお。この箇所の中にどうしてヒズコールにいる一日がよそにいる千日に勝っているかが教えられているのです。残りの時間、短い時間、3つこの箇所から発見したいです。いつもこれは僕はあの聖書の話をするときにね、説教者として私たちはいつもこれを何よりも大事にしているわけです。私たちは聖書を語りたいんです。あ、私たちのスピーチをしたくありません。何の力もないです。聖書に力があるのです。なぜなら聖書は神の言葉だからです。現実がそうでなくても聖書はそれに勝る真実です。で、今の教会がまだまだそこまで行ってなくてもその可能性はあるのです。神様はしたいのです。してくださるのです。この世のどの楽しみにも、お金によっても、自分の努力でも得ることができない主の家にある、イエス・キリストの救いの中にあるものがここにあるので、だどうして教会が私たちにとって大切なのか、なくてはならないのか、から3つのことを簡単に、ただもうあの紹介だけですけれども学びましょう。そして誇りましょう。そして毎週毎週ね、ヒズコールに来るたんびに、それが水曜日の夜であろうと、日曜日の朝であろうとね、土曜日のイベントであろうと、どういう時であろうと、主の御名によって私たちが集まる時に、私たちが体験できるものがあるので、主の家の麗しさです。だから主の家に惹かれたのです。3つです。第1番目、どうして千日に勝る教会なのか。第1番目はね、主の家でね、神様との関係が養われるのです。教会はあなたと神様との関係を養う場所です。もう最初からクリスチャンでない、聖書のことあんまり知らない、初めて来ている、何回かまだクリスチャンじゃないけどもヒズコールに来ている、あなたはヒズコールで何を体験しますか。ああ素敵な賛美ね、歌を体験しますよ、最高の友達を作りますよ。でもヒズコールの一番の、宝はあなたに与えることができる働きは、神様にあなたを紹介することです。そしてこの神様に出会わせてくださるのです。ヒズゴールで神様に出会うんです。そして私たちは神様のことを知るだけじゃない、学ぶだけではない、私たちはこの神様と関係を持つことができるんですよ。それがイエス・キリストの福音なんです。神様と親しく歩むことができるのです。
私の天のお父様です。私の味方です。私を愛しているのです。この神様と会えるのです。歩めるのです。質問、どこで神様と出会えますか？何があなたを神様に出会わせますか？私たちの近くにディズニーランドがあります。今日も多分何十万人と言ってるかもしれないよね、うん、今日あの何十万人、30万人としましょう。あの30万人がディズニーランドに行って神様に出会う人は何人いると思いますか？ディズニーランドで神様に出会えないということを言ってません。でもディズニーランドは神様に出会う場所じゃないのです。多分今日ディズニーランドに行ってどの乗り物に乗ったとしても神様に出会う人は多分、まあ、ゼロじゃないかなと思う。でも今日ホープチャーチに来て、ヒズコールに来て、神様に出会う人はたくさんいるので、私たちは神様との関係が養われるんです。皆さん、これよりも人生において大事なものはありますか？ないです。この箇所をもう一回読んでみましょう。一節また出してくれる？一節と二節また読みますね。ほら、万軍の主よ、あなたの住まいはなんとしたわしいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。したわしい、恋したっている恋人の言葉です。 Love words、 愛の関係です。神様との愛の関係を持つことができるんですよ。ここには出てこないけども、3節見たらね、このように書かれています。万軍の主よ、私の王、私の神よ、 He's my God。 4節、なんと親しいことでしょう、あなたの家に住む人たちは、わあ、神様の家に住むことができる。訪れるだけじゃない、お邪魔するだけじゃない、神様と一緒に過ごすことができる。皆さん、主の家はリレーションシップの場所です。そしてこれがね、もう驚くべき言葉です、ことです。先ほど久しぶりにエッチューさんがお二人にお会いしました。エッチューさん、イエーイ、マイフレンド。そしてお母さんがもう感謝でいっぱいですってね、もう涙流しちゃう、いきなり。で、僕はこう言ったんです。イエス様との関係の中でそれを表す言葉がある。日本の言葉が、日本語の言葉が、感無量です。わかる、感無量って。今の若者はね、あんまりね、日本語わからないやつもいるからね。感無量ってもう言葉で表せないほど感動する。7節、シオンにおいて神の御前に現れます。神様と出会います。神様とデートします。お話しします。12節飛びましょう。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう、あなたに信頼する人は。クリスチャン生活は神様との信頼関係です。神様を信頼できます。あなたの人生のすべてを神様に委ねることができます。良い神様です。賢い神様、力強い神様です。あなたよりもあなたの幸せを望んでいるのです。それだけ神様信頼できますか？問題があるんです。私たちは信頼できない、なんか神様にこう明け渡したらやばいことになる、怖い、神様に全部捧げようというメッセージがあります。よし捧げよう、でもね、うわ怖いな、どうなっちゃうかな、結婚したくない人と結婚させるんじゃないかな、行きたくないことのところに行かせるんじゃないかな、何それ。神様に対する間違った考えを持っているので、良い天のお父様で、主の家でこの神様に出会うのです。この神様との関係が深まるのです。わかる？信頼関係が深まるのです。だからよそにいる1000日に勝るので、簡単に2番目は主の家でね、人生の困難のために力をいただくんです。人生の困難や試練や悲しみの中でね、力をいただくのです。5節、なんと幸いなことでしょう、その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎる時も
11時のメッセージでまたお話ししますけれども、さん、人生は時々涙の谷です。苦しみがあります。神様が良い神様だからといって、ああじゃあ何も災いが起こらないわけじゃない。私たちは壊れた世界に住んでいるのです。誰だって涙の谷を過ぎるそこを通るのです。悲しみを通るのです。試練に遭うのです。よろしいですか。教会の素晴らしさはその涙の谷を過ぎ去ることができる力をいただくのです。乗り越える力をいただくのです。イエス・キリストの素晴らしさは私たちの人生の問題や苦しみや悲しみに対して慰めを与える、そして力を与えるのです。皆さん、時々あるクリスチャンはね、苦しい時に教会から離れちゃうんです。ダメ、逆。普段良い時は教会に来なくてもいいとは言わないけれど、調子いい時はね、まあまあいいけど、苦しい時は失敗した時は悲しい時は教会に行くべきです。アメン。なぜなら教会に神様の力があるからです。涙の谷を過ぎるのです。それが私たちの神様の素晴らしさです。壊れた人生、壊れた世界にお供してくださるのです。立ってくださるのです。慰めてくださるのです。その力をね、ヒズコールで体験するのだから、よそにいる千日に勝るのです。これはまた11時にお話ししますからね。3番目に行きましょう。第3番目、どうしてヒズコールチャーチがよそにいる千日に勝るかというと、第3番目は栄える人生の秘訣を学ぶところだからです。栄える人生の秘訣を学ぶんです。教会で聖書を通してオーバーフロー、いいね、オーバーフロー人生、すなわち栄える人生、言い換えれば成功する人生、もしくは勝利する人生、幸せな人生、誰だって欲しいです。イエス・キリストは言ったんです。私の中にそのオーバーフローがある。私が来たのはオーバーフローの人生を与えるためです。最後にこの、4節、5節、12節読みます。この箇所でね、3回出てくる表現があります。4節にまず出てきます。なんと幸いなことでしょう。なんと幸いなことでしょう。祝福されたことでしょう。あなたの家に住む人たちは、5節、なんと幸いなことでしょう。あなたのその力があなたにある人は、そして12節、万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼する人は、教会でイエス・キリストの福音を聞きます。神様に出会います。人生の悲しみに対しての力をいただきます。でもそれとともに生きていく秘訣を学ぶんですよ。僕はヘルシーという言葉が大好きです。それは聖書の言葉だからです。神様はヘルシー神様です。私たちの心は多くの場合は病んでいます。多くの人の心は病んでいます。壊れています。家庭が病んでいます。夫婦関係が病んでいます。親子関係が病んでいます。これが現実じゃないですか。人間関係が病んでいます。イエス・キリストの福音は人を癒すだけでなくて栄えさせるのです。神様に出会うときに私たちの病んだ心がヘルシーになるんです。ヘルシーハートになるんです。なんと幸いなことでしょう。私たちのファミリーがヘルシーファミリーになれるのです。ヘルシーマレッジを体験できるのです。ヘルシーミッションをいただくのです。ヘルシーな生きがいを、人生の目標を私たちは神様からいただけるのです。イエイ。ヘルシーライフを私たちは経験するのです。現実の世界においてヒズコールに来て、でも皆さん、現実は1週間の5日6日はヒズコール外でしょ。ヒズコール外の怖い苦しい大変なね、足らない世界でしょ。でもヒズコールの素晴らしさはね、その難しい世界に出て行ってもそこで栄えることができる力をいただくのです。ここは
あなたを充電させて、あなたを整えさせて、あなたガソリンタンクに満タンにしてあなたを使わす場所です。あなたの家にいる一日はよそにいる千日に勝ります。そのような教会を目指しています。神様のご計画です。聖書の約束です。聖書の青写真です。その幻を私たちは持ちたい。いや、今日神様はこの場所にいてくださいます。主の住まいです。お祈りしましょう。皆さん立ち上がってくださいますか。 Thank you Lord。 最後に閉じる前に少し祈りましょう。まず今日のこのメッセージに対して、今日もう一回神様があなたに言います。主は良い神様です。あなたが大好きなのです。主の家で神様あなたに出会いたいのです。結局は皆さん、主の家はただ の場所です。主の家がすごいのは、ヒズコールがすごいのは、この建物がすごいからじゃない。建物はどうでもいいのです。イエス様がいるからです。神様がいるからです。この朝私はもう一度神様の素晴らしさをもっと知りたい。知ってるんだけれど、知ってるんだけれども、邪魔するものが、本当に主が私と共にいてくれる。大丈夫、将来大丈夫、力を与える。どんな苦しいところを通っても大丈夫。神様がそこを過ぎ去らせてください。力を与える。力が必要、希望が必要。教会に深く植えられたい。神様の恵みを今日、今この短い時間、神様に出会いたい。神様の愛に触れられたい。触れられる必要がある。そう願っている方、ちょっと手を挙げてくれる。主よ、長年のクリスチャンも、最近クリスチャンになった人もクリスチャンじゃない方もいるかもしれない。神様はエコ引きしません。主よ、この朝主の家であるヒズコールに来れてありがとうございます。この名古屋にあなたの家を建ててくださってありがとうございます。これは主よ、人の技ではない。主よ、あなたの技です。どうかヒズコールがさらに神様の素晴らしさを伝える教会になりますように。この朝新しくさらに神様の恵み深さを知ることができるように。あなたの力が必要な人がいます。今涙の谷を歩いている人がいたら、主よ、あなたは力を与えます。見捨ててません。大丈夫ですとあなたは語ります。主よ、あなたの計画は良い計画です。栄える人生です。ハレルヤ。どうか主よ、今一人一人の心にあなたがそれを注ぎ込んでください。入れてください。引き寄せてください。いらっしゃいと語ってください。いらっしゃい、大丈夫よ、怖くないよ、近くにいらっしゃい、任せなさいって主はあなたは語っています。皆さん、主は信頼できます。信頼できます。あなたの人生のすべてを明け渡すこと、任せることができる、委ねることができる。あなたの失敗も、いいところも、悪いところも、特に悪いところ、欠点も、足らないところも、大丈夫、持ってきなさい。なんと幸いなことで、主に信頼する人は神様との関係を深めましょうよ。神様との関係が人生の中で一番大事であることを、この朝ヒズコールでまた確認しましょうよ。アーメン。主の恵みがあるように。そしてもう一つ最後に、いつも私たちはこのね、ヒズゴールでこの機会を与えます。ヒズゴールの働きの一番素晴らしい、働きであり機会であります。それはまだこの町にイエスキリストを知らない、この神様のことを知らない人がたくさんいる。キリスト教、外国の宗教じゃないかな、私とは関係ないって誤解してる人がたくさんいる。まあ今日ここにいない人のことを言ってもしょうがない。この朝何週間かヒズコールに来ているかも、今日初めて来ている人も
まだ神様とはっきりした関係がない。イエス・キリストを自分の神様として 100% 受ける。少しこう魔法を置いている人がいるかもしれないけど、一歩でも二歩でもイエス・キリストに近づきたい、この神様のことをもっと知りたい、私の人生に関わってもらいたいという方がいるのは、僕ね、ぜひあなたのためにお祈りをしたいんだけども、そういう人がいたらちょっと手を挙げてくれない？ありがとう、ありがとう。私はイエス・キリストのことをもっと知りたい、私の人生に神様を迎えたい、神様を信じたい。Wonderful。 あなたのためにお祈りをさせてください。私が祈りますから、あなたが心の中で僕の言葉をあなたの言葉にしてちょうだい。恵み深い神様、今日あなたのことを聞きました。もっと知りました。あなたがこんなに素晴らしい神様であるなら、私はあなたを知りたいです。私の人生の心を開きます。私の人生にお入りください。私はあなたと関係を持ちたいのです。あなたの救いをいただきたいのです。私の神様になってください。私の救い主になってくださるように今祈ります。このグッドニュースを聞けたことをありがとうございます。アーメン。主よ、あなたが一人一人を見て、彼らの人生に関わり続けてください。あなたをもっと知ることができるようにしよう。あなたとの良い信頼関係を深めることができるように助けてくださるように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。